ちょっと特殊なスキームで、ちょっとじゃあここに出してもらうっていうことなんで出してもらいますけど、ベンダーローンって言ってるスキームなんですけど、まずこのステップ1に書いてる通り、ベンチャー企業の M&A は M&A バンク。ブルームキャピタルの宮崎代表に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕これ起業家サイドにとってもメリットだと思うんですよ、うん、例えば10億円他 5億円だとして、まあ、そのファンドさんから10億円で、買っていただくじゃないですか、でも10億円で買うけれども、例えばこっちの5億円もまた貸し付けとかするんですよね。それはね、特殊なスキームでベンダーローンって言ってるスキームなんですけど、このステップ1に書いてる通り、買収者側はその買収するための専門会社を作ると。でこれが SPC ってここに書いてあるものですけど、その SPC を経由して例えば10億の案件であればまず5億円買うわけですよ。買収者が SPC に5億円出資して、その SPC にある5億円で売り手から買うと。だから売り手でこれで5億円持ってる状態になるじゃないですか。これがこういうステップ2ですね。でその売り手は5億円まず最初に半分売ったので5億円持っていると。でその5億円を買い手側のその SPC にまた貸し付けするわけですよ。その貸し付けをしたらその5億円がまた売り手から SPC、つまり買い側に戻るじゃないですか。でそこでその SPC に入った5億円でさらに追加残りの 50% 買うんですね。そうすると何が起こるかっていうと、最後その買収して 100% 売るわけですけど、売って SPC が株 100% 持ってその対象会社合併した後に投資家側は 100% 対象会社の株式を持っている。で一方で売った人が売り手が対象会社に貸し付けをするみたいになるわけですよね。半分キャッシュが入って半分貸し付けしてる。そうですそうですそうです。そういうスキーム。規模がそこまで大きくない場合って銀行からのローンがつかなかったりするので、そのローン分は売り手が出してあげるってことでもあるわけですよ。何がいいかっていうと、売り手からするとバリエーションがそこそこ高いで、高いけれども資金がなかなか出せないっていう買い手がいた時に、それはそれで買えるようになるじゃないですか。売り手が貸し付けをするみたいになる。もう一個は売り手からすると、例えば10億20億で売ると大体みんな8億とか7億とかは運用するわけですよ。で運用する時に大体安定的な運用利回りって言っても数パーぐらいじゃないですか。その今のスキームは売り手が貸し付けをするので、対象会社から金利 4.5% とか 5% とか 6% とかもらうわけですよね。普通のその安定資産運用よりは高い金利が入るので、いやオーナーとしてはどうせ運用するんだったらその会社、自分の会社に貸し付けしてそこから利回りもらった方が自分の会社が安定していればいいよねって話になる。一方で買い手からするとどうかっていうと、買い手も売り手がそういうスキームに応じてくれるっていうことは、売り手が自分の会社の将来の安定性をそこそこ分かってるってことなんですよ。大体こういうスキームって何年後かに一括弁済みたいな、そういう貸し付けにするので、3年後に一括弁済ってなったら3年間は絶対大丈夫っていうふうにそのオーナーが思ってるみたいなことでもあるじゃないですか。必ずしもそうじゃないんですけど、一時的にはそうとも言える。なので買い手側もそういうそのインセンティブっていうのがある程度その自己資金を抑えて買えるというメリットのほか、そういうリトマス試験紙的に使えるスキームでもあり、売り手からすると運用するんじゃなくて自分の会社で運用することでそこそこその自分たちが主張するバリエーションを認めてもらうスキームにもなるっていう、こういう二石二鳥っていうか三鳥っていうか、そういうスキームにもなるわけですよね。僕ね、起業家サイドから見てて思うのが、バイヤーとしてお金入るじゃないですか。僕も実際そうだったんですけど、やっぱね、そう投資とかなんなかったので使っちゃうんですよ。ね、使う人が多い。なくなるんですよ、もう一瞬で。もう本当に10ヶ月でチューンってこうなくなっていくんですよ。なりますよね。三越でマグロ買ってたけど、もう買いませんと。確かにPB とか運用しちゃうと自分で引き出せますからね。そう、引き出すと PB なんかはある金額を超えるとその年間口座維持管理料みたいなのがかかるんで、そしたらもう口座止めてもう一回現金に戻そうみたいにするんですよ、みんな。そうすると使っちゃうとかね。使っちゃう、あるから。こういうスキームをやっぱ相談するのってやっぱある程度の企業価値がないとちょっと微妙じゃないですか。今のスキームに関して言えば、別にその企業価値が関係するかというと、貸し付ける方は売り手なので、そんなに関係ないとも言えるかなと思いますけどね。あ、そうなんですか。ただ他にもいろんな価格調整スキームみたいなのがあったりとか、あとはその企業の価値っていうのをよりこうフェアに見てもらうための交渉術だとか、そういうことはあるわけですけど、そこそこ規模が大きくないと有効に作用しないっていうのはあるかもしれないですね。そこそこ規模ってどれくらいなんですか？うちが実際案件受けるぐらいの規模なので、だいたい営業利益で数千万以上ぐらいの会社、年間の営業利益が数千万以上ぐらいの会社をうちが受けるようにしてるんですよ。でなんでかっていうと、うちの方でその妥当なバリューを示しやすいから。数千万ってでも下の方と上の方と受けると全然違うじゃないですか。まあ中盤ぐらいかな。あまあじゃあ5000万以上、3、4000万で受けるケースもありますけどね。すごい成長してて、その成長が安定的であれば。でも僕もその買い手さんにこう高く買ってもらうとかってことを考えてるわけじゃないんですよ、全く。ただフェアなバリューで買ってもらうってことを言ってて、結局フェアなバリューを示しにくいのがベンチャーなわけなんで、そこを助けてあげたいわけですよ、僕の立場は。助けてほしい。つけますよ。助けて発注いただければ。そうかそうかそうか。じゃあちょっとそうそうお時間ということで。はい。じゃあまたM&Aバンクでお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。